2月28日火曜日、皆さんこんばんは。村田彩のターニングプレイス、パーソナリティの村田彩です。さあ、この番組は埼玉県の川越にあります FM ルピナスから毎月第2第4火曜日の夜9時から9時30分までお届けしております。さあ、今日はね、2月の最終日なんですよね。2月は28日までということで、普通の月と比べたら3日間ね、少ないわけなんですけれども、なんかさ、3日とかこう2日少ないだけなのに、めちゃくちゃ1ヶ月がなんかあっという間に過ぎてった感じがしますね。これすごい不思議なんですよね、毎回毎回ね。2月だけは本当にいつの間にか終わるっていうね、毎年の恒例となってますけど、明日から3月が始まります。なんかさ、もうここ数日だいぶ最高気温も上がってきまして、今日なんて17度とか18度とか埼玉なってましたけどね、もう春がやってきたなっていう感じがしますね。ついこの間までもう寒すぎてどうしようっていうね感じだったんだけど、だいぶね暖かくなってまいりました。そしてね、今年は桜の満開の予想がやっぱりちょっと早いみたいで、東京は4月の25日ぐらいがちょっと満開予想っていうのがね出ておりました。埼玉はだいたい東京よりも 2、3日、ちょっと多くて1週間ぐらいずれるんですよね、多分毎年。なので埼玉の奥地の方、いわゆる桜の名所と言われているような場所は、多分3月の末30とか31とかがちょうど見頃になるのかなというふうに私は踏んでるんですけどね。今年もまあ例年よりはちょっと早めということなんで、お花見のね計画を立てる方がいらっしゃいましたらですね、ちょっと早めに立てるといいんじゃないかなと思っております。今年こそはね、私も久々にねちゃんとお花見したいね、桜を見に行きたいです。例年なんか歩きながら、あーなんか咲いてるなーとか、ちらっと歩いてる最中に、あー公園になんかすごい遠くだけど桜見えるなみたいなことがここ数年は多かったんですけれどもね、ちゃんとなんかせっかくだからレジャーシートとか敷いちゃったりして、桜の木の下でお茶なんかしたいですよね。はい、娘が生まれたんでね、そういうこともできたらいいなーなんて思っております。はい、ということでね、毎回の恒例となりました、私のね、娘ちゃんが元気かどうかっていう話いつもしてるんですけど、ずっとずっと体調を崩しておりまして、なんかここ2週間ぐらいかな、めちゃくちゃ元気です。こんなに長い期間風邪ひかなかった、熱出なかった、咳しなかったっていうことはないぐらい元気ですね、今。はい、ちょうど1歳になった後ぐらいからかな、わりかし体調崩さなくなってきて、まあ正直な話、多少咳とかは出るんですよ。朝とか夜中とかはごほごほ言うんだけど、まあいわゆる私たちもするような、なんかちょっと乾燥してるから咳するみたいな感じで、めちゃくちゃ体調が悪いって感じではなくて、鼻水咳はまあ子供だからね常々出ますけど、普段のその体調が悪い時とは全然違うから、元気、本当に割と1歳になったからなのか、寒さが和らいできたからなのか、ちょっとわかんないんですけど、はい、なので割と元気いっぱい保育園にもね通えていて、私たちもなんか心配することなく日々過ごせてるかなっていう感じです。はい、でここ2、3日ぐらいでもう歩けるんじゃないぐらいになりました。はい、ずっとつかまり立ちをしていて、手でこう支えてあげるとちゃんと足を出してね一歩ずつ進んでたんですよ。この今月に入ってからは結構そんな感じで、で保育園でもさ、ありがたいことにお散歩とか行った時に先生が手つないで歩く練習とかめちゃくちゃしてくれるんですね。ね、普段私たちもちょっと仕事に出ちゃってるので、練習するのって自宅でこうね、外で履いてない靴を履かせて、ちょっとだけ時間のある時に隙を見て歩く練習するんだけど、それだけじゃやっぱなかなかね足りてないので、保育園のそのお散歩のタイミングですごい長いことを外を歩いてくれてるみたいで、どんどん上達してきまして、もう昨日今日とかは5歩以上自分で歩きますね、一人で。まあ途中で転んだりとかもするけど、多分このまんま行けば
3月中には完全に一人で、まあ、よちよちにはなるけど歩けるんじゃないかなっていう気がしてます。はい、なので桜の時期はちょうど歩いてるかな、どうなんだろうね、手つないで歩けたらいいななんて思ってますけどね。はい、とにかくもう本当に成長が感じられる月間でございまして、いないいないバーとかもなんかできるようになって、ちゃんといないいないバーしてって言うとね、あの顔に両手を当ててね、いないいないバーってやるようになったし、私たちが言ってることも分かるようになりましたね。うん、多分ほとんどのことを理解しているんだと思います。うん、ダメだよって言ったらダメっていうのも分かるし、まあ、あれ取ってとか、なんか上着脱いでとか靴下脱いでとかもね、割と分かってるんだろうなっていう感じの行動をねするので、はい、面白いですね。なんか私も初めてのね子育てなんで、あーこんな感じなんだって、なんかなんだろうね、あの不思議な感覚というか、あこうやってなんか人間ってものを覚えていくんだなとかまあ自分の子ながらね、なんかすごい勉強させてもらってすごい面白いなと思ってますんでね、またちょっとラジオでもいろいろと成長の過程をですねお伝えできればと思います。はい、そんなわけでね、そう、あのそうそう、こないだね、今日はこの話絶対しようと思ってたんですけど、こないだっていうか一昨日までですか、あの埼玉新都心の欅広場でイベントをやってたんですけれども、そのイベントがですね、さつまいも博2023というイベントで、2月の22日から26日までの期間、欅広場でねずっと行われてたんですが、このイベント皆さん聞いたことあります？結構ね最近有名で話題になってるイベントなんですよこれ。で、あの今ねそのラジオやらせていただいてるのも川越ということで、さつまいもねとっても有名だから、割とちょっとリンクしたお話になるのかなっていう気がするんですけど、このさつまいも博、今回の5日間でものすごい人が来たんですね。で、私もずっと前から楽しみにしていて、どんな感じなのかなと思って会場にも足を運んだんですけれども、もうねお休みの日なんて、何のイベントこれっていうぐらい人だかりがすごくってですね。で、だいたいほら欅広場でイベントやると確かに人は来るんですよ、外だからね。でも今回のこのさつまいも博に関しては、欅広場で開催しているんですけれども、誰もが入れる場所ではなくて、ちゃんと入り口と出口があって、入場チケットっていうのが必要だったんです。入るだけでですよ。で、中でさつまいもを買うことができるということで、だいたいさ、あそこで出店出すときって入場とか出口とかはないんですよ。その外で並んでるブースで食べ物を買うみたいなのが基本なんだけど、さつまいも博に関してはなんと入場チケットが必要となっておりまして、これがですねすごいのよみんな本当にすごいよね。あの需要がもちろんあるんですけど、なんかえーって入場チケット払ってさつまいも買うのにもお金払ってね、それを食べるわけだから、それでも入りたいって思うイベントってすごくないですか。ちなみに入場チケットが前売り券が600円で、当日券が800円なんですけど、なんか滞在時間、入場時間とかがなんか決まってるんですかね、これね。時間帯によってね料金が異なるみたいなのが書いてあって、なのでこれをまあ購入して入り口をまず入るわけですよ。で、中に入ってたくさんこのさつまいも、本当に全国各地から集められたとっても有名なさつまいもたちをまあお土産で買ったりとか、あとはデザートとかそういうのが買えたりするみたいなね形で、さらに言うとですね、先行入場チケットっていうのがありまして、あの先行っていうのは何て言うんだろう、ほら待たずに入場の時間よりも30分早く入れるチケットっていうのが売り出されてて、1日限定100枚出てたんですけど、これは、30分早く入れるってことで1枚1500円でした。すごくない？だってファストパスみたいなもんでしょ、いわゆる。
ねえ、なんかディズニーランドとかにあるさ、ちょっと早くやれたら他よりもみたいなチケットがさつまいものイベントで販売されてて、しかも結構な人数が朝から並んでるんですよ。これにはちょっと私もびっくりしました。もともとすごい有名なイベントだよっていうのは聞いてたんで、人は集まるだろうなと思ったんですけど、ここまですごいと思っていなくって、でちなみにですね、もうさつまいも、並んでるさつまいもに関しては抜群に美味しいわけですよ、どれを食べても。そうだからなんか甲乙つけがたいようなものがね、もうたくさん並んでるので、さらにはさつまいも料理をテーマにしたステージやブース、ね、それからさつまいもを様々な角度から楽しめる催しも準備されていて、ただ販売してますよっていうだけじゃなくて、本当にイベント全体がさつまいもに特化した形で楽しめるようになっているんですね。で、このさつまいも博なんですけど、実は2020年の2月に初めて開催されまして、その時も欅広場だったと思うんですが、欅広場でスタートして、でまあコロナ禍があったから多分2021年はやってなくて、去年の夏に2回目が開催されて、それもね、アリーナの展示ブースだったかな、その時は欅広場ではなくてね、ちょっと縮小してやっていて、で今年はもう大々的にということで3回目のそのさつまいも博が行われて、もうほんと人がすごかった、テーマパークでしたね。はい、でその中でイベントの一つとして、そのさつまいものね、焼き芋グランプリっていうのがありまして、全国から集められた美味しいさつまいもがこれ焼き芋として提供されていて、それを食べてみんなが投票して、まあ、今回のさつまいもの優勝はどこだみたいなのを決めるっていうね、催しも行われておりまして、なんか考えた人ほんとすごいなと思っていてね。はい、もうこれは多分毎年の素晴らしいイベントの恒例となるでしょうね。なんか肉フェスみたいな感じでさ、多分もうこれからも続いていくと思いますし、どん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 来る人が増えるんじゃないかな。だって3回しか開催してないのに、こんなにマスコミでも話題になってて、みんな知ってるわけですからね。どういうこと？でもそれだけ美味しいさつまいもがたくさん集められているということと、多分みんなが納得するイベントなんでしょうね。ほんといろんな意味で、うん、すごいんですよ。で一応公式のインスタグラムとツイッターがあるんですけど、 SNS の更新頻度も半端ないです。もうイベントの最中なんかは朝から、もうおはようございますから始まり、どこどこの焼き芋が焼けましたとか、どこどこのブース今並んでなくて空いてますよとかね、 SNS で結構つぶやいてくれるんですよ。なので私は通知が来るようにしてるからさ、一日中焼き芋のさ通知がバンバン来てたんですけど、でもそれもさありがたくないですか。なんかこれからイベント行こうって思ってる人は、あ今ならここ空いてるんだとか思えるしね。だからあ行こうってやっぱりその気になっていく人も多いでしょうし、まあ、そういう意味でも運営の方々が本当に素晴らしいんだなっていうのをね、今年はそのさつまいも箱を見てね感じましたね。いやーすごかったな、本当に。こんなにもなんか食というものがメインとなったイベントであそこまで盛り上がるってすごいなと思ってね。はい、でもとにかく美味しいさつまいもばかりです。はい、私もさつまいももともと大好きなんですけど、川越でもよくねさつまいもの、スイーツとかさ食べ物とか食べに行くことありますけど、いやーでもどれを食べてもね美味しいんだろうなっていう感じがしました。でも店舗数が多すぎるので、ちょっとね全部はやっぱり回りきれないから、そこがちょっとなんか惜しいよね。まあでも5日間もあれば、5日間好きな人は全部行くのかな、そしたら食べきれるのかな、どうなんでしょうね。結構な出店数だったんでね、あれでしたけど、あとはゆるキャラとかも遊びに来てましたね。はい、スーパーアリーナのタマーリンも来てたし、あとはヤクルトが多分スポンサーになられてるのかな、ヤクルトのキャラクターが来てたり、さつまいものキャラクターが来てたりとかして、ステージイベントもすごい盛り上がってましたね。いやーすごかった本当に。うん、ああいうイベントが増えるといいですよね。でもああいうイベント開催するの難しいだろうな。本当に作った運営の方々を心から尊敬してます。今ね集客って本当に難しいじゃないですか。
ね、なんかいろんなところで集客についてのマーケティングとかさ、集客をするためにはどうすればいいみたいな話とかもね、割と出たりするんですけど、今の時代は本当に集客が難しいんですよね。なんて言ったってそこに足を運ばなくても商品が手に入る時代だし、ね、直接会わなくったって配信とかネットの世界でね、関わりが持てるわけですからね。それが難しいのにあんだけの人が集められるコンテンツは本当に素晴らしいです。いやだからさつまいもってすごいなって改めて思ったんで、川越でそのさつまいもがブランドとしてね、こういう風に成り立っていて、さらには観光地として川越に人が集まってくるっていうのはそういうことなんだなっていうのをね、なんかひしひしと感じられたような気がします。なのでちょっと最近川越に行けてないんで、ちょっと暖かくなったらあの娘ちゃんも連れてね、川越にさつまいもでも食べに行きたいですね。蔵造りの街並み私大好きだし、川越本当に美味しいもの多いんで、食べ歩きにもね最適ですし、神社仏閣とか歴史のあるものもたくさんあるんでね、はい、ちょっと行きたいなと思っております。よかったら皆さんも川越、あのさつまいも博ももちろんですけど、さつまいも好きな方はですね、あのぜひ川越を訪れていただきたいです。美味しいさつまいもたくさん販売されてますしね、変わったスイーツなんかもあの年々増えてますから、新しいお店もねぜひとも足を運んでいただければと思います。はい、そんなわけでね、さつまいも博のお話をさせていただきましたけれども、最近ね私お仕事でいろんな場所に行くことが多いんですよ。で、ちょっと県をまたいで埼玉県以外、まあ東京以外の、例えば千葉とか茨城とか栃木群馬、まあ関東圏になるんですけど、あとはつい最近はその長野にね行かせてもらったりとか、あとはどこだ、山梨に行ったりとか、ちょこちょこなんかまた行動範囲が広がってきて、お仕事でいろんなところに行かせてもらう機会が多いんですけど、前まではやっぱりその土地土地でね、なんかせっかく行ったんだからそこの土地のなんかグルメ食べなきゃみたいな、美味しいもの食べるの大好きなんで、事前に調べてどこどこ行くから何食べようかなって調べて行ったりとか、なんかそういうその場所の楽しみを探してから現地に行くことが多かったんですけど、やっぱり環境なのかな、まあ年齢なのかな、わかんないんですけど、滞在時間がねめちゃくちゃ今短くって、お仕事で行く現場現場で本当仕事しに行って飛んで帰ってくるっていう日々のね生活になってしまいまして、割とね、ほんとこの間もどこだったかな、すごいなんか3時間ぐらい電車に乗ってね移動したんですよ。あれどこだったかな、そんなことも忘れてしまいますが、あのそう3時間近く電車に乗って移動したのにもかかわらず、1時間ぐらい滞在して仕事をしてすぐ電車に乗ってもう帰ってくるっていう、また3時間ぐらいかかるんですけどね、ほぼ1日潰れてるじゃん移動でみたいな感じの時もあったりして、本当にね、あの前ほどゆっくりとなんか食事をしたりとか観光したりっていう時間がなくてね、すごい寂しいなと思うんですけど、まあそんな中で私が唯一そのね滞在時間が短い中で何ができるかっていうのをねちょっとあの探して楽しんでいるのが、駅前って結構大きい駅だとあのほぼほぼの確率で最近スターバックスが入ってるんですよ。で私もともとスターバックス大好きなんですけど、スターバックスってあのお店によってメニューが違うってことはほぼないんですけど、お店によって置いてあるグッズが違うんですね。これぜひ皆さん見ていただきたいんですけど、販売されているグッズの種類はおそらくどこの店舗さんも同じタイミングでまあリリースされているはずなので、もともとあったタイミングっていうのは一緒だと思うんだけど、やっぱ関東の方が売り切れるの早いじゃないですか。スタバ好きな人多いし、いろんなねあの商品を手に取る方が多いと思うんで、関東圏は割と新商品とか出るとパッとなくなっちゃうんで、なんか私が行く頃には目にすることもないぐらいなんか商品なくなってること多いんですけど、それがですね気づいたんですよ。地方のスターバックスに行くと結構前に出たはずの
いわゆるグッズっていうのは、水筒とか、あとポーチみたいなちょっとしたスターバックスの、絵柄が入っているお茶とかさ、そういうスタバから出てる限定のグッズがいろいろあるんですけど、そう、なんか関東では見たこともないようなグッズがね、割とたくさん売ってて、せっかくさ、なんか地元じゃないところに行ったんだから、なんか楽しみたいなと思って、私は今ね、駅に着くたびにスタバを探しまして、スタバに入って、もちろんコーヒーも頼んで、プラス、その土地でしか見かけないようなちょっとグッズをね、手にすることにハマってますね。うん、結構割とあるんですよ、これが、びっくりすることに。いやでも多分私が見てないだけで、おそらく関東でも少し前に売ってたんだろうなっていう商品です。はい、だけどもう関東では手に入らないし、ネットでも販売が終了してるから、わざわざその地方に行って買った価値はあるっていうようなね、感じになってますんでね、よかったら皆さんどこか遠くに行く可能性がある時はぜひやってほしいのと、もう一つね、最近私ハマってるんですけど、これツイッター見てくださった方は知っているかもしれませんが、駅の中にあるお蕎麦屋さんとかうどん屋さん、ラーメン屋さんってあるじゃないですか。あれをね、ちょっと探すのにハマっていて、いろんな駅で、あれこのホームにはないかなとか言ってね、いろいろ見て探してるんですけど、今まではさ、なんか食べる気がなかったから、その乗り換えのタイミングであんまり気にも留めてなくって、特にあったんだろうけど目を向けることがほぼほぼなかったんですよね。だからなんか多分言われてみればあったかもみたいなことが多くって、じっくりとどんなメニューがあるんだろうって見たことなかったんですけど、最近はね、そういういろんな駅に行くことが多くなったので、その駅のそのお店、ホームにある飲食のお店っていうのをね、めちゃくちゃ探しておりまして、でこの間川越駅で乗り換えをするときに、川越のね、ホームにそのすごい有名なお蕎麦屋さんのお店が入ってるんですよね。で、知る人ぞ知るみたいな感じで、地元の方が結構食べたことがある人が多いみたいで、で、私がツイッターにね、その写真を載せたんですよ。私は食べなかったんだけど、自分の後ろにそのお店を写してバックで、ここどこでしょうって、埼玉クイズって言って、なんかを載せたら、すっごい地元の川越付近に住んでる方とか、お仕事でそこを通ってる方から、あ、川越だとか言って、ツイッターにコメントをくれたのはもちろんのこと、直接 LINE とかで、そこいつも食べてるんだけど、とか言って、めちゃくちゃ連絡が入りまして、って割と皆さんそういうとこでお食事して移動してるんだと思ってびっくりしたんですね。でも、ということは皆さん注目されていることだし、美味しいんだなと思って、ちょっと私もね、立ち食いそば、立ち食いうどんは時間があるときは、そのなんていうの、普段行かない駅で見かけたときは食べてみようかなと思って、今まで多分過去にホームでは食べたことないかな。なんかさ、名古屋とか行ったときに駅出てすぐみたいなお蕎麦屋さん、立ち食いそばみたいなのとか、あと大宮駅とかのなんかパッと出てすぐの立ち食いとか食べたことあると思うんだけど、なかなかホームにあるやつって珍しいし、なんか入ろうっていう気持ちになるタイミングがわからなくって食べてなかったけど、ちょっとね、それをね、食べてみようかなと思って、特に地方とか行った時はね、それもちょっと楽しいです。そしてね、もう一つそれにつながるんですけど、それこそ埼玉クイズっていう形で写真を撮ってここどこでしょうっていう上げさせていただいたら、結構みんな参加してくれて、クイズにで、コメントで答えをたくさん書いてくれたんですよね。で、その後もそのうどん屋さん、蕎麦屋さんじゃなくて、次の何日か後に、とある埼玉県内の会社に行って、その会社の中のね、オフィスの風景を撮ってどこでしょうってやったら、みんな答えてくれたりとか、その後も小越の方にね、ちょっと仕事で出かけることがあって、小越の電車の中でね、電車の中を1枚撮ったんですよ。というのも、私その日すごい帰るの遅くなっちゃって、電車に乗ったのがもう10時過ぎとかだったのかな、大越から。もう10時半ぐらいかに乗ったら、もう一っ子一人いないわけですよ。大越ね、結構私が住んでる埼玉市からも
2時間近くかかる、乗り換えが多いからね、場所なんで、ほんと人っ子一人いなくって、ちょっと怖いかったのもあってね、あの写真をね撮影したんですけど、どこでしょうって載せたら、もうさ、電車が好きな人めちゃくちゃ詳しいですね。何線だからとか、ここの車両にはこのポスターがあるからとか、もうめちゃくちゃ詳しくて、すっごいたくさんのコメントをいただきました。回答としてね。そうだから、なんかすごい皆さんクイズを楽しんでくださってて、で私自身も結構埼玉県内うろうろしてるし、仕事でいろんなとこに行く機会が多いので、なんか埼玉クイズちょっと続けてみようかなと思っててね。なんか皆さんからのいろんな意見も、そうやって土地土地の話で聞けることもできるし、プラス皆さんにもね、そのツイッターのあのやり取りを楽しめる、はい、ツールの一つなのかなと思ってね、ちょっと続けていこうかなって思ってます。で、今ゆくゆくちょっとやりたいのが、あのそのツイッターでの埼玉クイズ、あの一番最初に正解する方って毎回必ずいるじゃないですか。でやっぱ一番最初に正解する人ってさ、通知も見てるわけだし、正解するっていうポテンシャルもすごいし、なんかあのお祝いしてあげたいって私勝手に思って、でも毎回毎回するのはね、ちょっと多分いろいろ大変だから、例えば一番最初に答えた回数が5回ぐらいたまったら、なんか埼玉土産プレゼントみたいな企画やりたいなと思って。でも多分1番を5回取るのって結構難しいから、難易度高めだと思うんですけど、でもそれぐらいがなんか良くないですか、お互いにね。だからツイッター企画で埼玉クイズを一番最初に、しかも正解ね、コメントしただけじゃなくて、正解した人にはその5回連続で正解したタイミングで埼玉県産の豪華商品プレゼントみたいなのでね、なんか送りたいなみたいな企画をやりたいなと思ってます。はい、それぐらいなんかちょっと楽しくなってきちゃってね、しかもなんかただ答えていただくよりそういう方が面白いじゃないですか。だからツイッターと連動したね、企画もね、ゆくゆくできたらいいなと思ってます。でもまだ今現時点で埼玉クイズ私3問しか出してないんで、これがもうちょっと続けてみてね、皆さんがどれぐらい参加してくれるのかとかね、ちょっと続けていけるかどうかっていうのを探りつつ頑張りたいなと思ってますんでね、もしねそういうことが始まった際にはぜひ皆さん埼玉クイズの方にも参加していただければと思います。結構写真だけであの答えるの難易度高めなんでね、はい、店の名前とかだと検索すればわかるけど、電車の中とかはわりかし難しかったと思いますよ。いやでも正解者いっぱいいたからすごいけどね。はい、今後もちょっとね、あのクイズの方もやっていきたいので、ぜひともあのラジオだけじゃなくてツイッター、インスタグラム、Facebook、あとブログもやってますんでね、ブログの更新もね、あのちょっといろいろちょこちょこ頑張っていきたいなと思ってるので、ぜひともあのフォローとかお友達になっていただけると嬉しいなと思いますのでね、よろしくお願いします。まあもうあと3月が1ヶ月で終わったら4月から新年度ということでね、えどうしようもうさ、今年入って新しいことやりますとか、今年に入ったんでこうしたいですっていうこといっぱいあったのに、今年に入ったと言いながらもう3ヶ月が過ぎてしまいそうで、何もあの実現できてなくて本当に申し訳ないんですけど、あの新年度には、はい、ちょっと体制をきちんと整えて、もっとやりたいことをね、形にできたらいいなと思ってますんでね、皆さんもよかったら一緒にね、楽しんでいただけると嬉しいし、ぜひ皆さんのね、あの楽しいことも、あの私の方に共有していただければ嬉しいなと思いますんでね、はい、ぜひラジオ番組の方にもご参加いただければと思います。というわけで今日はね、ちょっとさつまいものお話から、私自身が最近楽しんでるお話をさせていただきました。またね、次回もいろいろと情報をお届けしていければと思います。というわけで、この番組は日本ダイレクトメディア株式会社、アイギス株式会社の提供でお送りいたしました。村田屋のターニングプレイス、いかがでしたでしょうか。また次回もお楽しみにしてください。それではまたお会いしましょう。パーソナリティは村田彩でした。バイバーイ。